コマンダン・デューキンは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通報艦15番艦。艦名は、第二次世界大戦で戦死したフェルディナン・デューキン、海軍中佐に由来する。コマンダン・デューキンは DC、DCN ロリアン交渉で建造され1980年10月1日に、寄港、1981年9月26日に、浸水。 1983年3月17日に収益する。1988年8月17日にサンラフェルと命名都市の関係を結んでいる。コマンダン・リューキンはトゥーロンに配備され、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務にあたる。 1998年から1999年にかけては主に地中海で行動する。2000年3月、地中海での演習を終え、エリトリア情勢の悪化に伴いホルアンガル作戦のため、公開方面に展開、5月にサウジアラビアを訪問する。2001年12月1日、普及の自由作戦における、 ヘラクレス作戦のため第473任務部隊に属しインド洋に展開する。2004年12月には、カタールと海上阻止行動の合同演習を実施する。2005年10月には、グルジアバトゥミハイリ氏合同演習を行う。2007年11月から2008年に2月にかけて、世界食糧計画によるソマリア難民向け援助食糧を輸送する船団を、 護衛する任務に就く。ソマリア沖では、ソマリア沖の海賊による被害が増加傾向にあり、9月25日の第62回国連総会にて、ニコラサルコジ大統領は、戦団護衛のため、約2ヶ月間にわたり、護衛部隊を派遣することを提案した。これを受けて海軍は、本艦は F792 プルミエイコールメートルレールともに10月15日に、 トゥーロンを出港し11月16日にケニアモンバサを出港し第1回目の護衛を開始する。翌2008年2月2日にデンマーク海軍に任務を引き継ぐ。2008年10月にアルジェリアと合同でエルメド08演習を実施する。2009年1月から4月にかけてはアタランタ作戦に参加するためアデン湾に向かう。2月には 海上自衛隊 AOE-422 とはだから養生補給を受ける。4月にはソマリア沖2009年4月10日の事件において人質救出活動に参加する。ソマリア沖での任務を終え5月11日から22日までアレクサンドリア沖にてエジプト軍と合同でクレオパトラ演習を実施する。フランス海軍ラポール DA トンモン D ミドシップシュールラペシェオパイレーツ2009年2月28日。ありがとうございます。